はじめまして、田中です。タイトルの通り、この度、私田中のパンツが、設定画にさらされて、はじめまして、田中です。タイトルの通り、この度、私田中のパンツが、設定画にさらされてしまった件については、ツイッター解説日にもご指摘をいただいておりました。私はそれに対し、あたかも動揺していないような素振りで立ち振る舞い、次第に増えていくフォロワー様を前に、ツイートを削除することもできず、本日にまで至ってしまった次第です。この場をお借りして、深くお詫び申し上げます。いや、でも、これ、いきなり釈明会見から始まるの、おかしくないですか？え、だってみんなまだ、ね、姫のこと何も知らない人のくくりですよね。え、知らない人のね、なんかそんな、ね、釈明会見とかね、急に見せられてもね、まずお前誰やねーって話ですし、口ポカーンってなりますよね。ね、なので、ちゅうことなので、一回、自己紹介したいんですけど、いいですか？自己紹介、したいんですけど、したい、させてください。え、お願いしても、いいですか？田中姫、これが姫の名前でして、呼ぶときは姫ちゃんとか呼んでくれると嬉しいんですけど、別にそんなね、強制する気とかはないんで、田中って言ってくれても構わないので、何でも好きに呼んでください。いっぱいコメント待ってます。中田でもいいですよ。ダメです。よろしくお願いします。ああ、違った。お呼びいただきたく存じます。無理だった。突然ですが、ちょっと皆さん、田中ってめっちゃかっこよくないですか？え、だって田中の中には口が6つも入ってる。ほら、1、2、3、4、5、6、すごい。いや、本当に口が3つも入ってるってことは6回喋れる、6話音できるってことですよ。田中は最強ですね。外国人の方がですね、日本の名字でかっこいいって思うランキングが存在するみたいなんですけど、なんとその第1位なんだと思います？散々田中って煽っといて、第1位なんだと思いますって聞くのも白々しいですけど、なんと田中なんですよ。すごーい。はい、口が6つも入ってるから多分人気だと思うんです。マウス・トゥ・マウスですね。あ、めっちゃ笑っちゃった。田中はですね、ジャパンだと4番目に多い名字なんですって、日本の中で。で、日本の中には多分100億人ぐらいいると思うのでよく知らないですけど、多分50万人ぐらい、田中、計算ができない。わかんない。50億人田中だと思います。なので、田中は最強っていうことが言いたかった。あ、そう、田中だけじゃなくて、まあ他にもいろいろいるじゃないのよ。人気なさ、日本の名前、鈴木とか、佐藤とか、吉田じゃねえや、なんで、山田とかいろいろいると思うんですけど、なんか、中島も結構人気らしいですよ、外国人の方に。中島も。中島って、口入ってるね。待って、しかもこれ、島のとこにも2個口入ってるね、これ。あ、4個口。マウス、マウスですね。ぜひとも田中、みんなもう呼びまくってください。ひめちゃんでもいいですけどね、田中でも何でもいいのでね、いつでも声をかけてくれたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いします。え、ちょっと待って、これ謝罪会見だったんだけど、これ忘れてた。パンツの件と合わせて動画投稿が遅れてしまった件につきまして、当初予定していた撮影をする前日に撮影担当の中島が冬季オリンピックに影響されスノーボードへ行き、右腕の骨を折ってしまいました。このため動画の進行が滞ってしまい、皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを深く申し上げます。でもさ、ぶっちゃけさ、中島のやることの多さもマジでやばかったわけよ。もう一人でこなせる量じゃなくて、何をやってたかっていうと、中島は担当してんのが撮影でしょ、動画の編集でしょ、でさらに録音でしょ、で SE、 BGM とかなんかもろもろそういうカタカナ英語漢字みたいなやつがなんかもう10個ぐらいこう連なってたわけなのよ。だからそれもうね、しんどいわと。それ右腕も飛んでってまうわって話なんですけどね。まあこれが骨が折れるってやつですかね。パキ、今後のことについてもちょっとね、せっかくなんでね、ちょっと話していこうかなと思うわけなんですけれども、ちょっと失礼しますね。
そうやろうと思ってるのはまずゲーム。そうゲームをね、そうやりたいなと思ってて、何のゲームやろうかなって思ってるのはまずもう今もうブーム中のブームのあれですよ。あのバンバカバン。PUBG プレイヤーバトルバンバカオブナイあれね、ちょっとやりたいなと思ってるのと、あとなんかこの世の中にはあの田中っていうものがつく、名前がつくゲームが存在してるらしいのよ。でその例えばなんだっけな、ちょ田中タイキックとかタオ多くねあ2個しかねえや。そう田中タイキックとかあのなんか田中ゲーみたいなやつが存在してるらしいので、ちょっとその田中ゲーっていうのはねやってみたいなと思ってる。あとはそうだな、やっぱりあの世にはびこっているクソゲーって呼ばれるやつね、何回死ぬねんみたいなやつもねやれたらいいなと思ってますのでね、お楽しみにしていただければと思います。あと他のバーチャル YouTuber さんがやってるようなあの登竜門的な企画っていうのも、もう姫風にアレンジしてできたらいいなと思ってるわけなのよ。なんかいろいろ流行ってるじゃない、今パッと出ないけどさ、なんかいろいろ流行ってるやつをやっていけたらなと思っておりますので、お楽しみに。あとはね、あそうそう、姫は歌うのがすごく好きだから、そう歌とかもううーって歌ったりと歌うまそう歌ったりとか、あとはあのご飯食レポ、もう何でもかんでも肉まん食べ比べとかね、あのしたいなと思っておりますので、肉まんとかもね、あ肉まんじゃねえや、食レポとかもねできたらなと思います。あと踊ったりとかね、そう盆踊りねてんてけてんぱんどんどこどんどん歌うまいね。はい、それできたらなと思ってますのでね、そちらも楽しみにしていただけたらと思います。こんな感じかな。他にもね、なんかもしこれいいんじゃないとか、このゲームやってほしいみたいなのがねあったらね、あと知りたいこと、あの姫について知りたいことがあったら、ツイッターとか質問箱とか質問箱質問箱とかね、ぜひぜひ送ってください。あとまたツイッターにね、つきましてはアットマーク姫田中アンダーバー HH、 アットマーク姫田中アンダーバー HH、 いえ HH は変な意味ではございません。不要な妄想をかけ立ててしまったら大変申し訳ございません。というわけでここまで見てくれてどうもありがとうございます。よかったらなんですけど、チャンネル登録の方はぜひぜひしてほしいなって思いますので、皆様これからも姫をどうぞよろしくお願いいたします。